久保さん、今ちょっと調べてみたんですけどガーシンさんってガシルっていう独自のアプリらしいですねでまあいろいろまあ金はかかるけれどもなんかネット調べによるとまあ利益的に年間で10億以上は出てんじゃねえかなみたいな感じですかねどうなんだろうなまあとりあえず億万長者ですね <laughs> まあそれは固定費はかかってるけれどもまあそれ以上のまあ 数がいるからっていうところでまあ億万長者ですねうんすごい <laughs> だから年間十何億だかな利益出てんじゃねえかみたいなすごいっすねうんすごいっすね <laughs> やっぱ数がいるとね一人当たり4000円ぐらいの課金でも 何十億になるっていうねすごいっすねだって一年でもう10億円ぐらいの利益でしょまあ一般人が40年50年60年働いても3億円ぐらいじゃないですか23億っすよねそれを一年でその2倍ぐらい稼ぐわけですから <laughs> もうあれですよね多分ガーシーさんお金に関してはもうねえまあ まあ生活スタイルにもよったりとか、あとまあ投資するのかしないのかにもよって変わってくるかもしれないですけど、まあ普通に生きてるんだったら、まあ、まあ生きてはいける金額じゃないかなと思いますね。まあもろもろいろんな費用もかかるかもしれないですけども、まあこれを維持できれば、まあサブスクですからね、毎月こう入ってくるわけですから、まあある一定はね、えー、安定する、してるわけじゃないですか。で、さらに言うと、ガーシーさんの発信、 を見たいい人っていうのは、まあ、濃い人しか多分残んないと思いますしじゃあずっと多分ある程度一定は多分残ると思うんで本当にうんすごいですね <laughs> 僕知らなかったんですけど <laughs> すごいなあうんガシルガシルすごいですねガシ <laughs> ってますね <laughs> がっつり言ってますねいってらっしゃい